今チって言ったよ。ちょっとヨッポくんのそういう部分を受け継いとるね。お、時計屋に戻ってきとる。何をそんなに楽しそうに笑ってるんだ。っていう感じで、もう大変だったんだよ。あ、なるほどね。ヨップル社の話ね。ヨップル社か。すげえ場所だな。にしても、俺も行きたかったな。なんで呼んでくれなかったんだよ。ごめんごめん。ったく、次は絶対声かけるよな。勝手に人数を増やしていいもんな。マックボッちゃん、お友達とはすっかり仲良しになられたみたいですな。お、なんてったピケータは相棒だからな。それにしてもそのウォッチって。お、こっちに来た。うひゃー、ワープって気持ちいい。これどこに出たんだろう。あゆなはしゃぎすぎだに。なんだこいつ。お。え、日本には帰らないのかい。第7章、不思議な館の大脱出。不思議な館とは？いやー、USA って言われた時はどうしようかと思ったけど、妖怪の力って面白いですな。英語までペラペラになれちゃうなんて。あ、そっかそっか。よし、ペラペラ。ユウみたいにハイテンションな子、私大好きです。ユウとも友達です。イエス、サンキュー。メドリア持ち物のケイトさんとまとめられて友達になってたけど、改めてよろしくね。そっかそっか、まとめられとったんよね。なあケイタ、本当にお前の知り合いなんだよな。怪しいやつ。怪しいとか言うなよ。そういえばアイナさんはどうやってここに来たの？ワープだよ、ワープ。ヨップル社の前にあった扉って日本の時計屋に繋がってたんですけど、じゃあこっちの扉はどこに繋がってるんだろうって思って入ったら、ここに出てきたってわけなんですよね。ケイタさんもどうすか。ここから日本に帰れるはずですよ。本当？ちょっと！ケイタくん、ちょっと待ってください。今帰って皆さんに会ったりしたら、ややこしいことになりますよ。USA に引っ越したはずなのに、とか、いろいろと説明が面倒でびす。確かに。なるほどなるほど。複雑なんですな。まあそんなことは置いといて。マイペースだな。マックさんでしたっけ？何か USA に見どころってありません？見どころ？なんで俺が。観光する気満々や。いやー、ここはやっぱり本場の人に聞いておくべきかなーと。何かこれっていうのありませんか？見どころね。サーカスとかか？まあ俺はもう見たけどな。サーカスですと？それは見に行かねば。元気元気。行こう、サピョン。ダニー！あ、勝手に行くな、ダニ。ちょっと。行っちゃったにゃん。ウサピョン。置いていかれてるけど。ダニー！ユーたち、サーカスの場所に案内してほしいダニ。あいつを放っておくと何が起きるかわからないダニ。仕方ねえな。行くか。そうだね。またサーカスに行くのか。お、リリリ。私のことお忘れではありませんか？喋る。ヨップくんだ。私はお掃除ロボット妖怪クリーナー。アイテムや妖怪メダルも回収できますよ。え、なにそれなにそれ。外の広いエリアならどこでも使えます。起動したらお仕事完了を待つだけ。私がお仕事をする場所によって回収できるものも変わりますよ。で、その後で本体を回収しに来ればいいわけ？私は。お仕事大成功でいつもより多めに回収。故障したら何とかしてくださいね。何とかしてください。それは時計屋でいいんかな。私の設定や起動はドリームリンクメニューのクリーナーから行うことができます。まずはコース選択メニューでお時間とモードを選びましょう。さらにセットする妖怪メダルによって集められるものが変わりますよ。お仕事が終わったら集めたものを持ってあなたのお部屋でお待ちしていますね。あ、部屋に帰ってくれるんや。へえ。その後は次のお仕事まで充電します。ロボットにも休息が必要なんですよ。あ、自分で充電してくれるの楽。そしてお仕事をたくさんすると、なんと私は成長していくんです。成長するとより高性能なロボットに。使えば使うほど愛着も湧いてきますよね。最終的にまたヨップくんみたいな携帯になったりとかせん。それではいつでもお呼びください。今後ともよろしくお願いしますね。ルンバみたいな見た目はね。
ーナを追いかけよう。とりあえずクリーナーを使いたいんやけど、この辺で使っとっていいんかな。なんか広い場所でって言ったよね。こっちの通りの方がいい。じゃあこの辺でなんか、どれ、クリーナー、なくね。あ、これやん、ドリームリンク。クリーナー、コース選択、お時間20分。まあ20分でいいだろう。なんでモード普通。てかこれしかできんやん。じゃあこれでメダルをセット。まあ、最初は選べんってことか。メダルをセットしてください。じゃあプリッチーで。何バトルって。あ、バトルに使いよる妖怪ってこと？あ、コマさん使おうっと。じゃあコマさんセットします。プリッチー。プリチー族のメダルとガシャコインを集めやすい。いいやん、ガシャコイン。じゃあこれで、これでいいってことか。オッケーオッケー。じゃあお仕事開始。頑張ってね、妖怪クリーナー。こんにちは、ケイトさん。張り切って行ってきますね。行ってらっしゃい。あ、なんかいいね。道をお掃除。で、とりあえずチャリでチャリチャリーっと言っとくよ。はい、到着。久々のサーカス。おお、おったおった。キョロキョロしすぎやろ、挙動不審。うさぴょん、見て見て、サーカスだよ、サーカス。っていうか、売ってる食べ物でっか。さすが USA ですな。やっぱサイズでかいんや、いいな。ちょっと落ち着くだね。いやいや、落ち着いてなんていられないよ。他にもいろいろ見て回りたい。もうすげえ興奮。テンション高いですね。放っておくと確かに面倒なことになりそうにゃ。だったら俺たちで案内してあげればいいんじゃないかな。なんでそう？おお、マジですか。ケイタさん優しい。俺はまだお前のこと認めたわけじゃねえぞ。何？じゃあどうすればいいだに？そうだな。そうだ。条件がある。俺たちのチームに入るためのテストだ。誰がチームに入りたいって言ったんだ。おお、入隊テストですね。燃えてきた。入る気満々だな。なんか盛り上がってるね。俺たちはいろんな場所を冒険するからな。だから冒険のネタになりそうな。面白い情報を持ってくれたら仲間って認めてやるぜ。冒険のネタって言ったら、ヌーのミステリーでウィスね。おや、ヌーのミステリー？ウィッスー。そうでウィス。どなたが更新しているかは知りませんが、超素晴らしい記事なんですよ。お、ここでもしやお互いのことがわかる。何？それ、アイナがネットに載せてるやつじゃないだに？おお。ほうほう。アイナさんがヌーの更新者だったんでウィッスー。ヌエー。それ本当？見つけたら記事にしてましたけど。何？だったら証拠を見せてみろ。まだ記事になってない別のヌーを持ってこれたら入隊テスト合格だ。おお、わかりやすい。早速日本に戻って探してみよう。お、まずか日本に戻るの。まずは探偵社で情報収集かな。わかったなに。お、探偵事務所に戻って情報収集しよう。こっち側が日本ってことだね。ジャポンの桜ニュータウンにある時計屋にワープしますか。すげえな、自由に行き来できるようになったよ。イエーイ。はい、時計屋に到着。ただいま、おじいさん。お、夜じゃねえか。じゃあちょっととりあえず家に帰った方がいいんかな。誰こん？こんな時間に。桜の家広くてゆったりしてるからついのぼせるまで入っちゃうのよね。帰り道は夜風に当たって涼みながら帰ることにするわ。おじさんかと思ったらおばさんだった。この時間でも大丈夫なんかな。待ってよ、鬼時間じゃねえか。久々のジャポンに帰った途端にこんな仕打ち。来たよ来たよ、鬼が。よし、頑張ろう。
頑張ろう。あれなんて言いよん。赤鬼の鳴き声。お、この辺結構おらんやん。鍵を探して襖を目指せ。鍵はどこだい？鍵は。ね、この周辺おらんよ。鬼時間になってしまったからには鬼玉を拾って脱出するだに。頑張ります、頑張ります。とりあえず出れねえ。こっちか。ちょそこの鬼、よいしょ。怖いよ、ドソドソ言ってるよ。鍵はあれってことか、あのでかいやつか。で、襖は向こうの方向にあると。遠くね。鍵遠くね。だからどんどん遠ざかっていきよる感があるんやけど。マジかよ、見つかったの今。あ、あそこやん鍵。ちょ待って、ね、鍵あっこや、鍵。ほらほら。あった鍵。イエーイ。で、なんかこの辺、あっこや。ちょ待ってって。階段上がらして。赤鬼が現れた。よし。やっつけてやる。やっつけてやるわ、私。お、家に帰ってる。でも夜や。あれ、ここはベッドの上？私一体何してたんだっけ？何言っとるだに？さあ早く起きるだに。起きるんだったら朝にしていただきたい。損傷率 86%、 お掃除継続不能。おお、マジか。てかこっちにもお知らせが。え、いるじゃねえか、ここに。お掃除途中までしかできませんでした。でもこんなのを集めてきましたよ。今チって言ったよ。ちょっとヨップくんのそういう部分を受け継いとるね。なになに、何も集めてねえじゃねえか。なに、今から出てくる。なにそれ、なにそれ、ゴミじゃない。え、ゴミじゃねえか、いらねえわ。え、どこかに欲しがる妖怪がいるらしい。マジで？それなら受け取るけどさ。仕方ない、埃だけ持ってこられてもね。とりあえず一旦朝になるまで寝よっか。自分に化けたハクが気持ちよさそうに眠っている。そろそろ寝ようかな。朝まで寝る。起きてハク。それむにゃむにゃ、もう交代ですか。はーい。うん、それそうですか、もっと寝たかったんですが。その場所で寝ておいで。おやすみ。妖怪たちの HP と陽気ゲージが全回復した。そしておはよう。よし、そっか、開いてなかった。まあ行く手間が省けたかな。鏡の世界に連れて行って差し上げます。分解鏡を使ってワープしますか。ほい。どこだ？あゆえさ不思議探偵社。ワープします。はい、到着。めっちゃ雨降りよんやけど。到着した途端にめっちゃ雨降りよりよん。お、お掃除してくれよる。と、勢いよく戻ってきたのはいいけれど。入隊テストに合格するにはヌーが必要。とはいえ、他のヌーってどうやってゲットすればいいんだろう。そこは考えてなかっただに。ダメじゃねえか。ハックン、いいアイディアないかな。そうですね。誰か持ってそうな人とか。探偵依頼で探すというのはどうです。報酬はヌー一冊で OK と書いておけば食いつく人もいるかもしれませんよ。おお、それだ。じゃあホームページに書いて依頼を待ってみますか。おお、どんな依頼が来るかな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。
最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。